熱海市で発生したこの土石流の発生地付近に森林開発による森戸があったことが明らかになっています土石流との関係は不明ですがそれはどういったものなのかそして県内にはどれくらいあるのか取材しました熱海市で起きた土石流の最上部の映像ですこの部分は森林開発のために土を持って造成していました 静岡県は崩れ落ちたおよそ10万立方メートルの土砂のうち。半分以上が盛り土と推定されるとしています。その盛り土とは宅地や森林開発などのために。低い地盤のところに。他から土砂をも。持ってきて盛り上げ。造成することです。他日圏のところに、えー。土砂を順番に埋めていきます。 ある程度埋めたらそこを締め固めて土地を固くしてその上にまた土砂を入れて持っていくということになります広島県などが他の自治体で起きた地震で森戸が地滑りを起こした例を受け国の基準をもとに調査大崎上島町を除く県内の22の首都町で大規模な森戸1283箇所を確認しています これは広島市のホームページに掲載されている森戸の情報です緑で囲ったこの部分が森戸とされる区域で広島市内で333箇所を確認していますこのほか東広島市で211箇所八塚市市で148箇所福山市で122箇所などとなっていますこれまでその森戸を発生、えー、源とした 大規模なな災害といいいいううものは、えー、起こっていないように思います、えーまあ、しかしながら、そういったものが、えー、自分の住まわれている近くにあるようでしたら、それはよく十分注意して見ていただければと思います県は大雨などで不安を感じた場合は、早めの避難を呼びかけています。